はい、覆面講師の智弘です。よろしくお願いします。今回は、数学の因数分解についてお話をしたいと思います。はい、で前回の時にたすき掛けというのが、まあ、今現在の高校1年生で習うことなんですけれども、はい、指導要領が少しずつ変わってきていて中3の方に繰り下げて、はい、習うっていうこととかも出てくる可能性があるので一応説明をしたいと思います。はい、で、たすき掛けの因数分解をする前にじゃあ、展開はどうしたらいいのかというところからいってみたいと思います。はい、例えばなんですけど例えばこのような形、はい、x の前に数字がついてる形ってあんまり見かけたことないけどどうしたらいいのっていうふうに思ったらどうすればいいかというと、まあ、最初は一番最初はここを掛け算すればいいのでこの場合は 2x の2乗というふうにすればいいです。はい、でその次なんとか x ってこの2番目に来るところどうするかというとこの内側同士を掛けるとプラス 3x ですよね。はい、でじゃあこの外側をかけるとっていうとマイナス 10x なのでこれを、はい、まあ、こういうふうにちょっと少しねメモ程度に書いたりしてもいいですけどこれをいっぺんに計算してマイナス 7x っていうふうに出します。はい、で最後はこことここの掛け算をすればいいのでマイナス15っていうふうにしますよっていうのが、はい、これがこの x の前に数字がついているパターンの計算の仕方になります。はい、では、これ x とかじゃなくても別に a 文字がね a とか b とかっていう風に変わっても全然構いません。はい、例えば 2a-3b、はい、ともう一個がじゃあ、5a-b とか、はい、プラス b にしておきましょうかね。はい、っていう風になった場合、じゃあどうすればいいかというと、同じように計算して、一番最初、こことここ掛け算するので、はい、10a2 乗。はい、で、内側同士掛けると、マイナス 15ab だし、外側同士を掛けると、プラスの 2ab なので、はい、ここ計算すると、じゃあマイナス 13ab。でじゃあ最後どうするかというと -3b とプラス b をかけるので -3b2 乗というふうに出してください。はい、この形というのが、この計算の仕方が一応乗法公式の、まあ、高校で習う一番最初ですけれども、はい、まあ、中学校で乗法公式4つね、中3で乗法公式4つって言ってたのが5つ目にもしかしてこれが入ってくる可能性があるので、はい、こちらの方も一応先に、はい、説明をさせていただきました。はい、で、じゃあ実際今のを考えて因数分解をしなきゃいけないって言われた時にじゃあどうすればいいかですね。はい、じゃあ例えば 3x2 乗を、プラス 5xプラス2、はい、これを因数分解してくださいって言われた時にどういうふうに考えるかって言ったらじゃあ、先ほどの掛け算で考えるとやはり、括弧の頭に来るものが3かけて3になるものって3と1の組み合わせしかないですよね。はい、で2になるものも2と1の組み合わせしかないはずです。はい、で2と1の組み合わせをうまく使って今度この掛け算を利用して5プラス5というのを出したいというふうに考えます。はい、で例えばでどういうふうにするかというと例えばこういうふうに1と2とかって書くとするじゃないですか。はい、でこれを斜めに掛けます。はい、で斜めに掛けてるので、まあ、これがねたすきのように見えるのでたすき掛けというふうな名称で呼んでるんですけれどもこれでもし掛け算すると 3×2 でここって6になって 1×1 で1になる。じゃあ1と6でプラス5を出したいってなったらここマイナス2するしかないんですけど、はい、掛けてプラス2ってことはここマイナスにしちゃうと、はい、合わないですよね。ここがマイナス 1×2 だと、マイナス2になってしまうので
合わなくなってしまいます、はい、なのでじゃあこれもしかしたら逆でいけるんじゃないのかなとか、はい、っていうふうに試しましょう、はい、ということでこっちを1にしてこっちを2にします、はい、じゃあそうするとどうなるかというと 3×1 は当然3ですよね、はい、で 1×2 はっていうと2なのでこれ両方ともプラスにしておけばこれも足し算になってここでプラス5っていうのが出てきます、はい、ですね。これで5が出てきたのでじゃあカッコして書こうってなった時にはこのまんまの順番で書きます。はい、っていうふうにできると、はい、こういう形がたすきがけの因数分解ですよというふうになります。でこれね今ちょっとやってみて、まあその前回少しお話しした少しちょっとした組み合わせで、ミスりやすい、はい、あの数の組み合わせなんですけれども、はい、じゃあこれここがマイナス2だったらじゃあどうしましょうかっていうことですね、はい、じゃあマイナス2だったらどうするかというとやはり同じように考えて先ほど書いたようにこういうふうにすれば、はい、こっちプラス6だし、はい、こっちマイナス1なので足し算すればプラス5が出てくると、はい、というところからじゃあ今度はこの形で書きましょうということなので 3x-1 と x プラス2ですよという、はい、こういう形に因数分解するとなります。これが、まあ、因数分たすきがけを用いた因数分解の一つの例ですね、はい、じゃあさらにもう一問ぐらいやってみましょうかね、はい、じゃあどうしましょう、6x2+x-1 とかにしとこうかな、はい、これだと多分できると思うんですが、はい、で、6なので掛け算としたら 2×3 が6と 6×1 と、はい、2パターンありますよね。でそれをいろいろ組み合わせなきゃいけない、はい、じゃあ1と6で考えてみて、まあ、1は1しかないの でどっちでマイナスがついてるってことはどっちかマイナスにしなきゃいけないっていうふうになるとどっちマイナスにしても、差は5とかしか出てこないのであこの1、6間違いなんじゃないかなっていうふうに考えます、はい、じゃあ 2、3 でいこうか。で2、3が6なのでじゃあ2、3で考えてみましょうっていうふうになると、はい、ここ先ほどのように同じように斜めにかけます、はい、で斜めにかけた時、はい、こっちプラスでこっちマイナスだったらこれだと掛け算してプラス3になってこれを掛け算するとマイナス2になるのであプラス1が出てきてここまあ1書いてないですけどここ1省略されてるのであプラス1で合ってるなと、はい、いうことになるので答えは 2x+1 と 3x-1 という形にできればこれが因数分解たすきがけの因数分解完成になります、はい、でまあその、一番最初のところにましたけれども展開と因数分解というのは逆の、作業をしているので本当にこれになるのかなっていうのは一回展開してみて、ね、自信がなければこれを展開してみてこれになれば、はい合うことになるので、はい自信がなかったらあの確かめ算としてこれを、ね、一個ずつ展開して足し算して本当にこれ元に戻るかなっていう確認をしてもらえれば、はい大丈夫だというふうに思います。ということで、まあ、たすきがけの初歩というか、初級的な問題ですね。これがさらに難しくなるたすきがけっていうのがあるんですけど、それはさすがに中学校ではやらないと思いますので、ここまでにしておきます。はい。で、たすきがけをさらに2回しないといけないような、はい、ものとかってあるんですけれども、はい、それは、確実にまだ高校生にならないと習わない範囲なはずなので、はい、ここまでにさせていただきます、はい、もしかしたら中学校3年生でまだ習う範囲ではなく高校
1年生のちょっと先取りになるかもしれないですけれども、はい、高校1年生でね、このたすきがけとかが分からなかったとかっていう方がいらっしゃったらね、これを参考にしていただいて、練習を、はい、積み重ねていただければなというふうに思います。はい、ということで今回は終わらせていただきます。はい、また何か、はい、ありましたらリクエストなりお待ちしておりますので、高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。あとよかったら、ツイッターの方も概要欄にアカウントを貼ってありますので、フォローの方もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。